スマホのアップデート中に誤ってプラグを抜いてしまいました。最新の OS をダウンロードしていたのですが、困ったことにアップデートをインストールしていた半分の時間、プラグが抜けていたみたいなんです。インストールを終わらせようとしますが、電源が切れています。充電器につなぐとダウンロードが再開しました。しばらくするとダウンロードが完了したようです。あなたはワクワクしてすぐに新しい機能を試してみたくなります。でも iPhone が機能しません。ホームスクリーンが正常に機能せず、しかも遅いのです。機能しないアプリもいくつかあり、アクセスできないファイルさえありました。テクノロジーの世界ではこれはブリックした、つまり操作不可能状態と言います。この状態に陥ってしまったスマホはただの高価なレンガのようなものです。ファームウェアがアップデートのためクリーンアップの最中でした。ファームウェアはハードウェアに内蔵されているソフトウェアです。つまりハードウェアのためのソフトウェアです。デバイスからデバイスに移したり、いつでもアンインストールできる一般的なソフトウェアとは異なります。スマホやカメラ、ゲーム機器、ルーター、コンピューターといった多くの電子機器に内蔵されています。ファームウェアはデバイスごとにそれぞれ違うので、インストールするときとてもデリケートなのです。ですので電子機器がブリックするとアップデートしていたものすべてが途中で中断されることになります。外的要因でファームウェアの書き換えが半分で止まり、正常に機能できなくなるのです。でも幸いすべてのケースが同じではありません。ブリック、つまりレンガのように役立たずになってしまうスマホもありますが、救出できることもあります。半分が機能しているならこうなっても使える方法があるんです。残念ながらブリックした電子機器は普通のやり方で修理することはできません。インストール中は電源を切らないでくださいという警告が表示されるのはそのためです。数秒電源が切れるだけなら大丈夫かもしれませんが、アップデートが始まったら絶対に充電器につなぐ方がいいですよ。これはファームウェアの入っている全ての電子機器に当てはまります。アップルは常に OS をアップデートし、その際に iPhone をバックアップすることを推奨しています。これは iPhone をパソコンに接続し、 iTunes を開いてバックアップをクリックすることで簡単にできますよ。または iCloud やその他のクラウドサービスを使うのもいい考えです。こうしておけば安心して最新のファームウェアアップデートをすることができます。引き出しを開けると10代の時に手に入れた第一世代の iPad を見つけました。充電してみたら電源が入ったんです。嬉しいし節約にもなりました。古いアカウントもまだ使えます。ですがアップストアに行ったら Netflix や Facebook、Instagram など絶対に必要なアプリがありません。ダウンロードしようとしますがエラーが起こります。これらのアプリはこの iPad には対応していないのでインストールできないんです。引き出しに戻してしまう前にあなたは思いつきました。アップルの古い OS に新しいアプリをダウンロードするには、新しい iOS のデバイスに既存のアカウントが必要なんです。ですが Mac のコンピューターはこれに当てはまりません。新しい iPhone や iPad に既存のアカウントがあるなら古い iPad でログインしましょう。ログインした後アプリを開くと、すでにスマホにダウンロードされているアプリが見えるようになります。アップストアからダウンロードするのではなく、アプリのリストからダウンロードするんです。これで古い iPad で新しいアプリを使えます。懐かしい気分になったら古いゲーム機のエミュレーターを Android にダウンロードして、子供の頃好きだった古いゲームをプレイできますよ。でもアプリをどこからダウンロードするかには気をつけて、App Store や Google Play Store 以外からダウンロードされたアプリはデバイスに損害を与える可能性のあるウイルスやマルウェアが含まれている可能性があります。デュアル SIM カードに対応している Android のスマホならメッセージアプリを2つ使うことができます。 Android のそれぞれのブランドで違う名前がついていますが、一般的には設定を開き、デュアルアプリ、クローンアプリ、ツインアプリ、デュアルメッセンジャーを探すとできますよ。アクティベートできたら新しいメッセンジャーアプリを開いて、新しい SIM カードの新しい連絡先を使えます。スマホを大事にするのは重要なことです。有機 EL やアクティブマトリックス式有機 EL の画面を搭載するスマホなら、システムや起動中のアプリをダークモードにすることでかなり電池を節約できます。
一方、液晶の画面では画面を明るくしていなくても常についているバックライトで携帯を光らせています。有機 EL やアクティブマトリックス式有機 EL の画面はそれぞれの画素を活性化し光を出しています。ですのでダークモードにすると電気のつく画素が減って電池が節約できるんです。もっと節約したいならホーム画面とロック画面を愛犬の写真にするのをやめて真っ黒な画面にする方法もあります。そうすればスマホをロック解除して使うときバッテリーをほとんど消費しなくなります。いつも同じインターフェースだと飽きてしまうときがありますよね。 Android のスマホユーザーは新しいランチャーを簡単にダウンロードして設定を完全に変えることができるんです。大丈夫、データや設定はそのまま保存できますからね。いろんなニーズに合わせた様々なランチャーがあります。スマホを使っているときに気が散らないように設定からホーム画面まで全てを最小限にし必要なアプリだけを残すランチャーもあります。仕事中や大事なことをしているときに気が散ってしまう SNS のアプリを隠すことができるんです。またインターフェースを最小化するランチャーや他にもいろんな機能のあるものもあるんですよ。スマホのパフォーマンスの詳細を見ることができ全てをデザインし直して使いやすくするランチャーもあります。最高なのはいつでも以前のランチャーに戻せるということです。 Android の携帯やタブレットのユーザーはマルチタスクもお手の物です。一度に3つのアプリを開けるオプションがありますからね。目が離せない動画を視聴中にメッセージを受信したら画面を上下に分けて動画を見ながら返信を打てるんです。さっとメールを読まないといけないとき動画を再生しながら友達とチャットをしてさらに同時にメールも開くことができるんです。サムスンの携帯には設定に隠しフォルダーがあってスマホをカスタマイズできるオプションにアクセスできます。設定からこのデバイスについてまたはスマホについてをタップし番号を作るというセクションまでスクロールします。それを7回タップしましょう。その後開発者向けオプションを起動するためピンかパスワードを打ち込みます。これであなたも開発者になりました。このオプションで世界中どこにでも疑似ロケーションを設定できます。世界のどこにでもあなたの居場所のピンを立てられるサードパーティーのアプリをダウンロードするだけです。ニューヨークにいるけれどパリにいるように見せたいときこのアプリを開いていたい場所を選びます。 GPS でその場所の道や交通事情その他のことがわかりますよ。100メガピクセル以上の最新のスマホを手に入れたのであなたはいろんな設定で様々な写真を撮りました。ですが友達のスマホで撮った写真と比べると友達のスマホはわずか64メガピクセルぐらいなのに自分が撮った写真ほど写りがいいことに気づきました。スマホのメーカーの多くが世界最大メガピクセルと宣伝したがりますがメガピクセルは画像の質ではなく大きさを示すものでしかありません。ですのでメガピクセルが最大でもスマホのセンサーが良くなければ画質は大したことがないんです。面白いことをお教えしますね。高画素で撮ったイメージを大きく印刷してみましょう。色や色深度、コントラスト、サイド、詳細など画像の質は全般的によくありません。重要なのは画像センサーだからです。デジタル一眼レフのカメラの多くは画素数は大きくありません。現代のスマホに比べて低いぐらいです。ですがセンサーははるかに優れています。現代のスマホとデジタル一眼レフカメラはどちらも最高の画質にするために手動で設定を選ぶことができます。それでも結局デジタル一眼レフの勝ちなんですけれどね。